荒野行動7周年荒野行動7周年荒野行動7周年おめでとうございます。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 おめでとう。おめでとうございます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 。本日は荒野行動7周年ということで心からのメッセージをお届けしたいと思ってます。でもちょっと緊張してるので紙に書いてきました。すいません。まず荒野行動は7周年という愛された年月を経ち、今まで23年を今までずっと経ちました。もう最初だけは変わらないです。僕の性格は一緒です。今年も荒野行動のお誕生日が来たということで、毎年パンケーキを焼いてお祝いをしてきたんですけども、今年はちょっと見た目は不細工かもしれないんですけど、愛情たっぷりな、誕生日ケーキみたいなものを作ってみました。去年に引き続き今年も公認実況者として荒野行動に携われて大変光栄に思います。僕が荒野行動始めたのが6年以上前、もうほぼ最初からやって、僕は1年目からね公認実況者をさせていただいてるんですけども、まあもう7年も経ったんだなって。自分荒野行動6年ほどやらせてもらってるんですけど、すごい楽しくプレイさせていただいています。私は初期の頃からずっと荒野行動してるんですけど、リリース当初からお世話になってます。7周年1年目をね小学1年生と考えたら、7周年ってことはもう中学1年生ですからね。で中1だった人は大学1年生でしょ。7周年でごっつ長いよ。お前を見る目とかさね、はい。私は荒野行動にいくらのお金を使ってきたのでしょうか。ちょっと待って、もし私が荒野行動にくれたように課金しなければ、妻のカエルを旅行へ連れてったり美味しい食事を楽しんだり素敵なお洋服を買ってあげられたことで、これあなたが作ったの。はい、ふざけんな。そうでしょ。もともとリア友に勧められて始めたのがきっかけで、僕が相撲ゲームが好きになったきっかけも、ゲーム実況の活動を始めたきっかけも荒野行動なので、みんなに荒野行動の楽しさを知ってもらえるようにTikTok で面白い動画をいっぱい載せています。人生で初めてここまでゲームにハマる、もうドハマりしたゲームが荒野行動です。この荒野行動ではたくさんの思い出とか、あとたくさんの人の出会いとかがあって、本当にこのゲームに出会えてよかったなって思います。荒野行動を通してたくさん素敵な友達もできたし、すごく感謝しています。荒野行動を通してもっとたくさんの方と交流ができていけたらなと思ってます。これからも7周年にとどまらず、8周年、9周年、10周年と、荒野行動とともに成長していけるように僕も頑張りたいと思います。公認実況者としてね、荒野行動を今後盛り上げていきたいと思います。まあ、僕もね公認実況者兼プロ選手ということでね、荒野行動の盛り上がりに頑張って貢献をしていきたいと思ってますんで、これからも皆さん一緒にね荒野行動を盛り上げていきましょう。これからも今まだエスプロで頑張ってるんで、これからも最前線で戦えるように頑張ろうかなって思います。まあ僕荒野女子代表なんで、代表だよね。今後もたくさん荒野行動を盛り上げていくので、よろしくお願いします。実況者としての活動もね変わらず頑張っていきたいと思います。ということで、荒野行動8周年、9周年、10周年とどんどん楽しんでいきましょう。改めて、荒野行動7周年、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今後とも、荒野行動のますますのご発展、ご活躍、そしてどうぞよろしくお願いします。8周年に、いってらっしゃい。